じゃ、真面目にされてる。おててちょんちょん。あかん、笑ったら手ぶれする。はーい。いや、そう。嫌だよね。嫌だよね。ごめんごめん。最近寒くなってきたからさ、うん、めっちゃ布団に入ってくんな。そうやね、うん、いつも休んでたら布団に入ってくるね、うん、パパは足と足の間やけど、うん、ママが休んでたらいつも、横のところに入ってくるお腹ら辺に入ってくる。そうなんや、うん、一応足のところに来るのは、うん、あの動物にとって足が一番あの無防備やから、うん、俺に任せとけっていう感じらしいよ。ペロペロしているから話さないか。ママの時はじゃあどうなん、横に入ってくるのはなな。温かい回路。横に入ってくるのはあれやな。どうしよう。仲間やな。仲間だから。俺もムニムニしたい。はい。無理や。シャツとパンツだもん、また。毎日やからダメ。残念ながら。なんか今日お散歩から帰ってきた時に猛烈に元気だったけど、うん、楽しいことあったもん。さ、夕散歩はちょっと雨がしょぼしょぼしてたから、うん、お家の前の公園で、うん、ずっと、ちょっとボール遊びしたけど、うん、ものすごい訓活をしてた。そうか。何十周も回らされた。狭い公園を。うんこでもするんかなと思ってずっとついていってたら、うん、しなかった。結局。なあ、ティーだ。ティーちゃんしなかったんか。そう、うん、あとはどんぐりころころかみかみ遊び。ク、うん、ヌギの木があるから大量にどんぐりが。うん、落ちているからまだ。そんなことよりさ、うん、俺がこう全力を投球したカレンダー、うん、どうやってプレゼントするの？どうやってするの？え、ちょ、ママ郵便局行ったんやろ？そうそう、郵便局行って、その、うん、局止め、うん、局止めの仕方を聞いてきたら、うん、あの局止めはできるけど、うん、住所と名前を書いてくださいって言った。うん、これじゃあかんや。うん、匿名では無理だった。で、俺が調べた方法によると、うん、ヤマト運輸で、うん、匿名配送ができて、うん、ただなんか LINE の友達登録をして、うん、で LINE から住所を入力してもらって、うん、でそれは俺たちは分からずに、うん、ヤマト運輸に多分あれやろね、あの LINE で送るんやろね、自分のその、そう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 、だから送って、うん、送り先を受け取り人が指定する感じ。それをちょっとやってみるかって感じやけど、うん、やってみようか、うん、どうする、今完成したカレンダーちょっとだけ何月かだけちょっとせっかくだからちょっと一番お気に入りのとこ出してみて、うん、分かった。ちょっとこの人楽しい、難しいけど、この人は置いといたらいいよ。そう、うん、やるで、これをやる、うん、ちょっとやるで。やられないように捉えられてたのにな、うん、向かってはるわ。早速やろうとしている。うん、何しようかな。
めっちゃ揉めたやんな。揉めたね。まあ。揉めたね、すごい。完全におやつだと思ってんな。どうしようかな。とりあえず、まあ、ベストかわかんない。どれもいいからさ。うん、迷ってるけど。はい、じゃあ一つ出します。うん、むっちゃいしたかな。ちょっと待って、この人がすごく来る。はい。おお、かろうじて映ってる感じやな。どこ？もっと下？うん、いや、大きさ的に。もっと前ってことも。うん。この辺？いや、もっと下かな。え？もっと下？ちょうど噛まれる位置。無理やな。ものすごい邪魔をしてくるね。他のは？あの映ってるのこれ。うん、ボケて。そうなん、うん、まあ、お楽しみということで、うん、パパは何月が一押しなん？何月かすらもう覚えてない。そうなん、じゃあどれが一押し？その写真が一押しやった。2月かな。2月は水仙のやつやで。2月でいい？うん。はい、かわいいかわいい、はい、完全にカムキやな。あー、かわいいかわいい。映ってる？映ってる映ってる、うん、でもその顔のやつ横顔はあかんのんちゃう？そうやん、これちょっと薄い、色が薄いって言ってたね。うん、うん、2月ダメじゃん。まだ変わるね、2月は。じゃあちょ、顔のやつ選んだやつを、うん、できたよってママに見せたら散々文句言われて、何個か交代っていうのがあったね。12ヶ月のうち5個ぐらい交代とか言ってなかった？そうだった。なあ、ティッちゃん。ティッちゃん、カレンダー作ってるよ。ね。けど300人ぐらい欲しいって言ってくれてるからさ。うん。ちょっとそれは無理やん。はい、すごく嬉しいんやけど、ちょっと300人で300部を作るのは、うん、プリンターが持たない気がする。いや、買ったばっかりでさ、2回目でなんかもうすでに破壊。あ、そうそう、なんかインクが、うん、クリーニング、強力なクリーニングをしてくださいって言われて。やったもんね、何回も、うん、どうしようかね。俺ちょっと今考えてるのが、うん、データをダウンロードして、うん、こう印刷してもらったら、うん、みんなも出るやん。そうやね。うん、だからプレゼント用と、うん、ダウンロード用と、うん、そうやね。それがいいと思う。うん。うん、ティーちゃんパパと遊ぶ。これ一眼レフカメラっていうね。パパずっと触ってるやろ。そこにガッていきそうな気がするけど。かぶりつきそうな気がする。パパパンイチやからな。出てこられへんよ、また。残念ながら。いや、風よけの白いふわふわあるやん。うん。ちゃんと管理しといた。してないしてない。ポーンってその辺に置いてあった。一番ティーラが噛みつきそうなところに置いてあったよ。おな、自宅に帰るって。はあ、ママの新しく買った、ちょっとそれ見せて、はい、いや、近い、もうちょっと下、ちょうど噛む位置が適当な位置やね、このカメラ。しょうがないや、もう映らないよ。冬用に買った柴犬スリッパ、うん、この前それで遊んでたらもうピリッピリ言うてたね。そうや、穴いっぱい開いてるよ。早速ここも開いてるし、ここも開いてるし。やったったんか、ティーダ。やったった。すぐ脱いで置いてたらすぐにやられる。うん、ちょうど噛みやすい立派やもんな、うん。ちなみに俺が渾身の撮影をしたスライドショーはどうなん？うん、ライドショー？写真のやつ？うん、いかったよ、すごいいい写真ばっかり。いや、あなたのコメントじゃなくてオーディエンスは。
その前にいっぱい写真選んだやん。え、違う違う、あの視聴者さんのこう評価は高いの。あ、すごい、うん、写真、いい写真いっぱいありますねって、うん、いい写真でしたねって来てたよ。そっか、うん、うん、じゃあもうちょっと頑張って撮るわ。不満そうや。もう動きたいって。あ、もうずっと後ろ頭しか映ってない。投げてあげて。あ、そこの間から行くんちゃう？あ、赤、なんか。ちょっと、指が選んで。いくよ。よいしょ。違うと思う。これを狙ってると思う。いや、行く行く。え、あんたさっきそこ突撃してきてたやん。テンション高い時しかやらん技、うん、そう、やらん技やと。いざ目の前にしたらちょっと躊躇するね。そっか、そのそこで遊んどき。ちなみに今日の撮影は、うん、ログ撮影です。はい、わかりました。頑張って色をやってください。色を乗せてください。いや、今日 YouTube でめっちゃ勉強したから絶対うまくいくはず。そう、うん、いいな、完成したらすごい変な色になってるかもよ。あなた。それね、別犬になってるね、別物になってるかも。あ、黒柴ちゃんになってるかもしれない。いや、可能性としたら、うん、あのこの世のもやのとは思えない。いい色になってると。なってるって。うん、よっしゃ。じゃあパパが頑張って色の調整をして。はい、色の調整はパパに任すよ。うん、まあ要請にそこまで。うん、細かいのは、うん。頑張ってみるわ。はい、飽きたらもうログ撮影は終了。うん、はい。な、ティーちゃん、ティーちゃん、ティーちゃん、そろそろ応募方法もね、うん、考えないとね。え、今言うたのが応募方法。応募方法じゃないやろ、ファン送り方の方法やろ、うん、言ったのは。え、これジュース入ってるからちょっと危険なんやけど。俺の大好きなファンタオレンジをたしなもうとしてる。これは砂糖が多いからダメ、ダメダメなやつやで、うん、そうそう、しかもこぼしたら大変だよな。あ、はい、空っぽのペットボトルにしてくれるか、入ってるのをやめてくれるか。ショック。空っぽのペットボトル、ティーちゃんショック。ちなみにパパのファンタも取られたで、もう持っていかれちゃったで。どうや、これでいいか。これでいいか。これでいいか。これでよろしい。よろしいみたいやわ。よろしいですか。よろしいよ。よろしいですか。よろしいですか。持ってきはった。よし、じゃあカラーグレーディングやるわ。はい、やってください。かわいい。手を手で抱えて。これやり取り出したらさ、うん、止めるタイミングがなかなかないよ。次から次へとやるからね、うん、ずっとかわいいから。楽しそう。うん、この音で、この音で、邪魔せんといて。すいません。猫
子的な要素が出てきてる、うん、久しぶりになんかおもちゃ買ってあげなあかんな。そうやね、うん、100円ショップ行かない、うん、100円ショップ